やあ、大切なケイスケだよ。というわけで、行ってみたいと思います。エブ、さーてさーてさーて、今何個集まってるかなって言ったら、もう5個集まってるんですな。ペース早いね、やっぱ。もっともどこまで行ったかなんか全然覚えてないけど、次どこ行くべきだったんだろうか。ここ空いとったんですっけな。空いてないな。何しようと、次は何をすればいいかなぐらいの感じのこと全然覚えてない。はい、こいつの存在言わせとったわ。確かこいつ調べてなかったと思ってんけど、そういうわけじゃなかった。あ、そうだ、これで確かあれじゃなかったかな、 M じゃなかったかな、メアリー、つまりサドノブのことですね。まあこれ調べたら、ああサドノブ、あれサドノブって本名メアリーだったんって感じですよ。あ、サドノブ、え、サドノブ、サドノブなのにメアリーって名前付けられてる。え、なんで、え、嘘でしょこれ。え、サドノブじゃん、なんでメアリーって名前付けられてる。メアリー、え、メアリーって名前だったんって感じで、ちょっとギャリーさんがびっくりしてますね。実在しない、どういうことなの。じゃあ、それじゃあ今イブといるのはまさか。どん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 って言ってる。知っちゃった、知っちゃった。あ、こんなあったんじゃ、メアリーの秘密。知っちゃった、メアリーじゃないけどサドノブやけど、一周目これ見てなかったわ。トン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 って言った、何かなと思ったらこれだったんじゃ。へえ、それより聞き耳、あー、もうないわ。出ていこう。うわ、知っちゃった、サドノブのこと知っちゃった。あ、なんこれ、さっきいいもの拾ったよ、あたしの宝物にするの。あ、そうなんじゃ、よかったな。何か、何のことか知らんけど。あら、なんかお腹が膨らんでる。どうしよう、触らないでおく。人形を調べてみ、これはどうしようかなーなんて思ったりしますけど、まあ調べるでしょうね。はい、一応調べてみましょう、見ようかしら。わーお、赤いボールを、赤い玉を妊娠してた。妊娠って言い方は良くないけど。え、なんだい、うん、じゃあ行ってみますか。よっさ、入る。なんだこれは、何なんだこれは。お前ら、俺、私のことを見るなよ。恥ずかしいじゃない、恥ずかしいじゃない。白い玉、あ、よかったよかった、これで全部触った。わー、あれ、なんだ、何ですか。え、何、扉に文字が出てきたわ。まだ、また宝探ししようよ。誰が鍵を持ってるかな。え、私そんなことしたくないわ、したくないわ。何ですって。何が起きてるの。あ、何、今度は何なの。え、なんかやばそうね。鍵はどこ、鍵どこよ。あ、大丈夫だっけ、気持ち悪い。あ、やばいぞ、これはやばいぞ、やばいぞ。あ、これだ、あった鍵。ざまざま、お前の思う通りにならんわ、ボゲー。あっしゃー、なんかアイドルで右上、もういや、なんなの、あの部屋、なんでこんな目に遭わなきゃなんないのよ、うん、泣き言言ってる場合じゃないわ、イフだって怖い目に遭ってるかもしれないのよ、早く合流しなくちゃ。あー、怖かった。でも弾が全部集まった、よかったよかった。入ろう。あれ、扉が開いてるわ。何よこれ、変な絵ね。もうタイトルもないじゃない、階段だわ。ここまで来ちゃったけど、本当にこのまま住んでいいのかしら。行っちゃうよ、角切って戻ってきたところでどうにもならない気がするし、どうしましょう、行きましょう。もうちょっと、あ、間違えた、行きましょう。頼むから無事でいてよ。そしてイブサイド、あれサドノブ一緒に行かんの。うん、え、サドノブ、メアリー、
え、メアリーどうした？メアリーじゃないわ、頼む。メアリー、私、メアリー。うふ、あー、私、メアリーっていうの。私、メアリーっていうの。私、メアリーっていうの。違う、君はサダノブです。サダノブなんです。うふふふふふ。あ、サダノブ、サダノブ、大丈夫か。さ、サダノブ、ほっとこう。じゃあ、こっちは作戦を遂行します。これですよ。道ができてるんですわ。鍵ですね。ゲッチュ。鍵ゲッチュ。鍵ゲッチュ。どこだったっけな。あ、こっちこっち。よっしゃー。メアリーはほっといていくぜ。あれ？メアリーじゃないわ。サダノブじゃん。なんで俺、メアリー。メアリー、ま、メアリー言いすぎて、メアリーって呼んでしまうよ。サダノブじゃん。イブ、どこに行くの？ええ、ちょっと別にどこも行かんよ。どこも行かんよ。お、決して、サダノブを置いていこうとしようったわけじゃないよ。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。おって、おって、おって。なんで一人で行っちゃうの？一緒に行こうって。約束したのに。あ、ちょっと、うん、置いていこうとしてるわけじゃないよ。一人で行こうとしてるわけじゃないよ。ちょっと、見に、ちょっと、下見にというか、ちょっと危険がないか調べに行くだけやけん。ちょっと、追って、追って、追って。うん。うん。ねえ。え、なに、どうして逃げるの？いや、だから逃げようんじゃない、逃げようんじゃない、逃げようんじゃない。ちょっと一人でちょっと確かめに行くに、この先安全かどうか、どん。うん。イブ！ん？ちょっと、何してんのよ、メアリー。うるさいな。おとなしくあそこで待ってればよかったのに。う、メアリー、あんた、やっぱり。話してよ、じゃあ、わ、どすこーい。あ、あった。まだ変なページできた。イブ、大丈夫？遅くなって、ごめんね。怖かったですよ。イブごめん、怖かったでしょ。もう大丈夫だからね。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃないの。ゲルディナの作品の一つ、あの追いかけてくる絵の女とかと同じようなものなんだと思う。あ、そうなんですか。じゃあ説明はもうパスです。パスパス。おお、サダノブザマやの。ほほー、メアリーのバラが落ちとるな。あー、あれ作り物なん？そうなん？もらっていけんかな、ちょっと。こいつ、バラもらっていけんかな。このバラちょっと気に入っとんやけど、ちょっと花占いしてあげたんやけど。できんのか。なんもない。あ、そうっすか。縁やろよ。縁やろよ。あ、そうでした。わかりました。この階段で下に行けそうね。よし、ちょっと、イブ、離れてて。グー、ドスコーイ。へっ。ここに来て、どれだけ石像をずらしたのかしら。石像をずらし、あの、ギャリーさんとでも名乗っとけばいいじゃないかしら。まあ、いいわ。それじゃあ、行きましょう。オッケー。サダノブは、まあ、犠牲になったので。わーお。あー、ちょっと、あ、ここから出たいです。ここから出たいです。流れ星だけお願いしな。お願い、お願い。わーお。メルヘンチェック。わー。なにあれ。何あれ、タケノコの、あ、こっちはもうタケノコじゃない。タケノコの山が、里かと思ったら、もう今度はギロチンみたいなこっち来たわ。あ、怖い怖い。お、スケトチョ、スケトチフボーク、スケトチフボーク、なんそれ、スケトチフボークってなんだ、読みにくい。なんけ、ずいぶんと雰囲気が変わったもん。そうですね。雰囲気変わりましたね。うーわ、変な絵だ。すっごい雑だ。こんな絵、俺にでも、俺の方がまだうまいぜ。お、入れるようになってる。入れるようになってます。まあ、なんだこれ。コートハンガーっすか。あ、そうなんですか。どうしましょう。おー、バケツ持っていきます。バケ、エイブ、ギャリー、どこにいるの？隠れろ。あの野郎、サダノブめ、ここまで追いかけてきやがったか。何リンゴを一つ持って行こうとしてるんだ。今のって、まさか追ってきたんだわ、あの子。
そうですね。怖いですね。果物。やっぱり、リンゴじゃん。何リンゴ一つ持っていっきょんな、あいつは。この家の人に怒られて。まあ、このバケツは、もう、どこで使うかなんていうのは、もうお見通しっすよ。わかってますよ。ここ。ここですね。あれ?バケツ。ああ、ここじゃないんすわ。ちょっと、ダミーっすね。これはちょっと、思わせっぷりが、すごいね。ここじゃないんすよ。バケツじゃない、バケツはここじゃないんすよ。うん、どこだったっけ?ああ、そう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 。よく考えたら、バケツ水入ってないのが、ここに決まってるでしょ。わかってました、わかってました。ちょっと、そういう、なんつうか、演技っすよ。ここに水をあげてみる。水をあげたら、なんかすぐに花が咲く。これを目指してたわけですよ。あい、おう。アイラント。美術館の鍵。美術館の鍵っすか。美術館の鍵といえばここですか。オッケー。あれ?なんでギョリーさんを映ってるの?そして、私も。そして、なんで書いてあるの?なんでこれ?パンドラズボックス。パンドラのボックス?パンドラの箱に。あ、パンドラの箱か。わかってるけど、まあ、そういうこと。なんだ、なんだ?なんだ?なんかが飛び散った。これはなんだ?わからないけど。小さな鏡だ。わお。うん、鏡を置いてみます。うわお、溶けた。では、中に入ってみよう。なんだこれ。なんだこれは。スイッチがあるわね。まあ、なんだこれ。なんだこれは。なんなんだこれは。スタートとか言うて、ハードとか、目とか、月とかありますね。ハート、目、月。確か、ハート、一番最初のこっちですね。目ですか。ここですね。もう説明は一周目でやっているんで、それを参考にしてくれれば、見てもらえれば、もうどういう感じでやっているのかをもう分かってもらえると思うんで、そっちを見てね。あれ?星ってどこだったっけ?あれ?星ってどこ?消去法で行こう。ここではなかっただろうか。竜巻。リンゴ、こっちか。最後に、あれ何か知らんけど、多分口なんだろう。オッケー!一発クリアですな。咲いてる。プラスチックの鍵だ。どこの鍵だかわからんが、多分ここ。ああ、開いちゃった。セーブポイントがありました。では、いい感じなので、ここで終わりとさせてもらいましょう。ちょっと暴走気味なトークですいませんが、まあ、こういうことです。はい。では今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。